バウアーついに契約する。メキシコの強豪チームと短期契約をした模様。これは日本に帰ってこなそうやね。寂しいけど頑張ってくれ。 MLB 第一希望だろうね。ダメだったらもしかしたら今度は KBO やヨーロッパに行くと言ってもワイは驚かんわ。バウアーはそういう良い意味でも探求心旺盛な人だと思うし、とはいうものの戦力的にはもう1年いてほしい。本音、バウアーがおらんのなら今年はもう若手育成に切り替えて見れるから気が楽や。さよならバウアー。てか安楽とチームメイトで草。とりあえずバウアーは決まったし動きやすくなったのかな。最初会見で言ってた移籍条件の優勝できるチーム云々は何だったのか。決まったって1ヶ月だけの契約やぞ。バウアーに関してはオファー審議は知らんけど、普通は出すやろうし、本人はメジャー志望なんだから基本無効でアピールし続けるやろってだけで、外野がうるさいんだよな。うちはバウアーがうまくやれてた唯一の球団かもしれん。スカウトもまだ追いかけてるし、 MLB が無理なら戻ってくればええんや。日本で活躍すれば MLB へ戻れると考えてのベイスターズ入りだったのが無駄だと分かったので日本はないね。次にバウアーを見られるのは衰えて、実力的にも MLB に相手にされなくなってからかな。これでまたゴールデンウィークからバウアーの回答が期待できそうだ。